メイトはヤマハ発動機が1965年から2008年まで製造販売したアンダーボーンフレームのビジネス用オートバイシリーズである。排気量やエンジン別に数車種のバリエーションが展開された。本校ではメイトシリーズの原型であるもペット MF 型についても触れる。メイト V801958 年5月に 鈴木自動車工業が2ストロークエンジン搭載の鈴モペット SM を同年8月にホンダ研工業が4ストロークエンジン搭載のスーパーカブ C100 をそれぞれ発売して1950年代後半のモペットブームを作り出した後後発のヤマハ発動機が1960年に発売した初の2ストロークエンジン搭載モペットモペット MF シリーズを源とする モペット市場での再起をかけた1965年の抜本的なモデルチェンジにあたり、ヤマハはペットネームを一般公募するキャンペーンを国内外で展開した。その結果、21万5000通の応募があり、最終候補のフォルテ、メイト、ドール、パルなどの中から、和歌山市在住の会社員男性が応募したメイトに決定した。コマーシャルソング、 ヤマハメイトの歌や山口県徳山市立動物園で収録したチンパンジーによる運転のテレビ CM でも広く知られ40年余りにわたって同社を代表するモデルの一つとなった一貫して2ストロークエンジンモデルの U メイト V メイトがシリーズの中心で1982年以降は4ストロークモデルのタウンメイトも併売されたが 1998年以降は、50cc モデルが2ストロークの V50 シリーズ、90cc モデルが4ストロークの T90 シリーズのみとなった。さらにビジネス用、マニュアルトランスミッション車の需要減少や、排出ガス規制強化を受けて2008年9月、メイトシリーズ全車種で生産が終了した。ヤマハは、ビジネス用オートバイについて、 すでに1994年から積載性や耐久性を重視した 50cc スクーター、ギアを生産販売しており、メイトシリーズ生産終了に伴い同社のビジネス用車種はギアシリーズに一本化された。メイトの名称については、同社が生産する除雪機、スノーメイトや船外機、フィッシングメイトなど、オートバイ以外のブランドとしても使用されている。 また1988年から、大使外車制の東南アジア諸国向けに、ストロークエンジン車、メイト100、メート α などが生産されたほか、メイトシリーズ生産終了後も、t メイトのモデル名を引き継いだ4ストロークエンジン、搭載アンダーボーンフレーム車 T シリーズとして、ジュピター T110、ニューボ a T115、 エキサイター T150 などの車種が発売されており、いずれも現地主会社で生産されている。メイトシリーズの源となったヤマハ発のモペットモデルで、同社発の 50cc オートバイでもある。空冷にストローク短気筒 50cc エンジンを搭載したモペット MF-1 は1960年3月に発売された。同時開発の 175cc スクーター。 SC-1 と同様にデザインを重視。車体は少ない継ぎ目で全体を覆うタンクテールランプ一体式のモノコックフレームフルカバータイプとして軽量で丈夫、楽に乗り降りできる近代的なスタイルを目指した。塗色はナイアガラブルーとサンタグリーンのツートンカラー。全長1685ミ、mm、リ、ホイール別1130ミ、mm、リと短い車体とし、 取り回しの良さを特徴とした。フロントサスペンションにはゴムブロック圧縮のナイトハルト式、リアサスペンションにはゴムで覆ったコイルスプリングを圧縮したエリゴ式を採用し、さらにクッションストロークを従来車の2倍近くとして良好な乗り心地を追求するとともにセルフスターターモーターを装備した。発売と同時に爆発的な人気を呼び立ち待ち日産300台に、 達したが、他に類を見ない先進的デザインながら整備性に、難がある車体や、信頼性に欠ける、最新技術の積極的な採用が災いし、間もなく、各地からクレームが殺到する事態となり、ヤマハの株価は暴落、一時深刻な経営危機を招いた。1962年4月には、一般的なプレスアンダーボーンフレーム車体に改めた、 MF-2 及びそのボアアップ版 MJ-2 を発売した。リアサスペンションを MF-1 のエディゴ式から一般的なコイルスプリングオイルダンパーに変更するなどしたが、フロントサスペンションは引き続きナイトハルト式を採用し、セルモーターも搭載した。MF-2 は1963年。 セルモーターなしの MF-2K は1964年まで生産された。1965年7月にメイト U5、U5D として発売され、同年12月には 73cc の U7 も追加された。MF-2 をベースにした抜本的なモデルチェンジで、ヤマハが自社開発した世界初の2ストロークエンジン用自動分離給油装置。 オートルーブを搭載した。オートルーブはエンジンオイルの混合給油が不可避だったに、ストロークエンジンにおいて4ストロークエンジンと同様の分離給油を可能とした機構で1963年秋の第10回全日本自動車賞で発表。翌1964年発売の YG1D や6に市販車として初搭載したもので、後年まで言う。 V メイトシリーズの最大の特徴としてアピールされた。フロントサスペンションは MF-2 のナイトハルト式から一般的なボトムリンク式に、改めたが U5、U5D ではアップタイプのバーハンドルを採用。レッグシールドは左右分割式としてメンテナンス性に配慮した。ニュートラルに戻す動作なしにエンジンを始動できるワンタッチキック自動延伸クラッチ。 ステアリングヘッドからリアフェンダーまで一体化した U ボーンフレームなどを採用し実用性の高さで人気を呼んだ。上降のしやすさを目的にデザインされた U ラインと称するカーブを描いたアンダーボーン形状やシート下のガソリンタンクからリアキャリアカブカバーにかけて曲面で構成された一体的造形の各デザインは後2007年式最終モデルに至る。 優勢使用者を含むメイトシリーズ全車種に受け継がれた。直量形式が発売された1965年には 60cc の U6 も発売されたが1年足らずで生産中止となっている。ヤマハ V501971 年2月 U5、U7 を全面的にモデルチェンジし楽々メイトの相性で V50 と V70 を発売した。エンジンの吸気方式を ロータリーディスクバルブから市販車発のクランク系スリードバルブへ変更したほか、ハンドル形状及び全消灯位置などを近代的なデザインに改めた。5段階切り替え可能のリアサスペンション、リターン式、ロータリー式選択可能のミッション機構を特徴とした。モデルは排気量別に V50 が V50S、V50D、V50ES、V50ED、 V70 が V70S、V70D、V70ES、V70ED で、まもなく 90cc の V90 がラインナップに加わった。1973年2月には、新開発のオートマチック二段変速装置を搭載したオートマチックメイト V50A、V70A を発売した。装置は、同年6月発売の新世界小型バイク。 ジャピーオートマチック仕様にも搭載され、後年の主婦層を中心とした新規ユーザー開拓に貢献した。1978年には V70、V90 を 80cc の V80 に統合して、ラインナップを整理。同時にアンダーボーンフレーム車として他社に先駆け始めて CDI 点火方式を導入した。後新聞配達仕様のニュースメイトモデルが加わった。 これ以外に優勢仕様としてフロントサスペンションをテレスコピック式などとした V50T、V80T、V90T が優勢賞に納入された。また輸出用として二人乗り可能なダブルシートを装備したモデルも登場し中南米、ヨーロッパなどで幅広く活躍した。V80 シリーズは最後まで残った V80D が1996年式を 最後に生産終了したが、50cc の V50 シリーズは、同排気量の4ストロークエンジン車に比べパワーがある、ことから一定の人気を維持。2000年以降の排ガス規制強化にも参加触媒による排ガス浄化機構を搭載するなどして対応し、2008年の全メイトシリーズ終了時まで v、V50、V50D、V50N の3モデルが生産販売された。 50cc モデルは初期タイプが4、5ps、後期モデルは4、7ps、最大トルクは 0.57kgm だが、1994年のマイナーチェンジで 0.60kgm にまでアップした。V シリーズの4ストロークエンジン版として1982年12月に発売したモデルで、さらなる静寂性、汚れにくさ、燃費向上を目指し、 サイチェシー4ストロークエンジンと1979年にキャロット MA50、マリック LC50 で採用したシャフトドライブを搭載、メンテナンスフリーを図ったのが大きな特徴である。低燃費が重要なアピールポイントとなった時代を反映し燃焼効率を高める4ストローク省エネ型エンジンシステム、アックスを採用して大幅な燃費向上を実現するなど、 先進的なメカニズムを導入した。T80 はニュースメイト T90N と入れ替わる形で1993年式で、T50 は1997年式で、それぞれ生産を終了した。最高出力は50が、最高出力 5PS、最大トルク例、51kgM となる。T シリーズの 90cc モデルである T90 は、 2ストロークエンジン V90T の合計4ストロークエンジン優勢使用者として開発され、1993年度からヤマハ T90T として優勢賞への納入を開始した。翌1994年6月1日、T90T のフロントキャリア、リアキャリアなどを新聞配達業務用としたニュースメイト T90N として一般への市販を開始。 一般使用者の登録形式は4ナノメートルとし、同じく T90T をベースに生産終了した V80 後継の汎用タイプとして1997年1月20日に登場したタウンメイト 90T90D も同一形式とされた。優勢使用者をベースとしていることから T90N、T90D ともテレスコピック式フロントサスペンションと 前後14インチタイヤを採用し、タンデムステップのない一人乗り仕様だった。T90D は登場翌年の1998年4月、モデルチェンジでタンデムステップが標準装備され、二人乗りが可能となった。駆動方式は一般的なチェーン方式で T50、T80 とは大きく異なる。また 4GL 型エンジンをベースに YB-1 法や、 TTR90 などが生まれた。登録形式とモデル名称及び、年式の関係は次の通りである。形式は2000年式までは、基本形式 T90N 派生形式 T90D の順だったが、2001年式より、基本形式 T90D 派生形式 T90N の順に入れ替わった。2001年式より、 ハイガス規制対応によるエンジン変更に伴い出力が 4.8kW から 4.7kW に変わり国家公安委員会形式認定番号は T90T が 4GL から BCUB01J2T90N、T90D が4ナノメートルから b c u b 0 2 j にそれぞれ変更された T90N、T90D とも 基本塗色は2001年式まで、ダークバイオレットカクテル1、2002年式以降は、パステルミネラルブルーの一色。T90D は1998年式で、白バイホワイトの設定があった。ニストロークの V メイトシリーズから1985年5月、新聞配達仕様モデルとして、ニュースメイト V50N が発売された。新聞販売店が使用するオートバイの台車、 増車需要に応えるため、V50 ビジネスをベースに、大型リアキャリアとフロントフォーク下部から特設のステイで、支える大型フロントバスケット、メインサブ切り替え可能の増設前消灯、積載状態での斜面での駐車も想定した、協力スタンドを装備した。1988年には、ニュースメイト 80V80N が追加された。ホンダも1988年になって、 ニュースメイトに習った類似モデルを発売した。1994年には T メイトシリーズからも優勢用 T90T の市販モデルとしてニュースメイト装備を施したニュースメイト T90N が登場したほか、1996年には 50cc ビジネススクーターギアに同様の装備を施したニュースギア BA50N も登場した。ありがとうございます。